皆さんこんにちは、小野エレナです。はい、今回私の、YouTube さんでオフィシャルチャンネルができました。その名もエレツベというわけで、はい、エレツベでございます。はい、エレツベの内容はですね、4月25日より放送されます、私の初めて主演させていただくタンクトップファイターというドラマの撮影現場を中心にですね、小野エレナの仕事風景といいますか、そういうものをですね、こちらの方で発信していけたらいいなというふうに思っている感じなのですけれども、で、私のタンクトップファイターのですね、キャラクターは、かいちゃんという可愛らしい名前の役の女の子なんですけれども、かいちゃんはなんとですね、総合格闘技ができる役柄なので強いんですよ。なので私も撮影に入る前にですね、レッスンをしたりとかいろいろしていたんですけれども、私もね、この誰かと戦っているところなんてなかなか皆さんお目にかかれないかと思うんですけれども、このドラマではたくさん私もファイトしているところがあるので、ぜひそういうところにも注目してもらえたらいいなというふうに思っております。というわけでですね、その映像をお届けしたいのですが、その前にですね、先日3月6日に私のフォースシングルの君があの日笑っていた意味をという CD をリリースさせていただきました。そのリリースイベント の風景などを、まず一足先に皆さんにお届けしたいなというふうに思うので、まずはそちらの方をご覧ください。どうぞ。というわけでですね、本日はここでこんなこうバンドセットが組まれているわけですけれども、おまさか の PV にも出演している後ろで支えてくださっている私のバンドメンバーをですね、呼びたいと思います。いますよ、せーの、めいめい。ぬるっとぬるっと登場。はい、皆さん大きな拍手。準備できてますか？準備できてますか？それでは聞いてください、君があの日笑っていた意味を。しょうか。というわけですごく盛り上がったリリースイベントになりました。楽しかったです。またぜひ気になった方は遊びに来てください。バイバイ。空が飛べたわ、あの日に戻れた。ちょっと考えてみたり、できないことは願うばかりで、いつも星見てお祈りした。今あの人は
「もし才能はない恋だとしても」